細川ガラシャは永禄6年1563年越前で誕生しました。父親は明智光秀、母は光秀の2番目の妻である妻木ひろ子です。幼名は玉、もしくは玉子と呼ばれていたとされていますが、ここでは細川ガラシャで統一させていただきます。明智光秀は美濃の斎藤道三に仕えていましたが、弘治2年1556年に斎藤道三吉達親子の争い、長良川の戦いで道三が自害します。その後光秀は越前の国の朝倉義景を頼り仕えたと言われています。ガラシャはその時に誕生したのでしょう。その後足利義昭の家臣を得て、元亀4年1573年には織田信長の直臣になります。新参者ながら近江坂本城主になるなど、織田家中でも大きな存在感を示すようになりました。幼年期の頃の資料がないため憶測になりますが、父の成功によって何不自由ない生活をガラシャは送っていたと思われます。戦国時代の政治のやり取りにおいて欠かせないのが政略結婚です。織田信長も他国だけでなく織田家中においても婚姻をさせていました。家臣同士の子供同士をくっつけることで結束と忠誠を高めていくわけですね。信長は新参者であり、まだ血脈的なつながりのなかった明智家を似たような立場の家臣と結びつけることで織田家中の関係を強化し、忠誠心を高めようとします。白羽の矢を立てられたのが細川藤鷹でした。藤鷹もまた新参の家臣であり、古くから足利将軍家に仕えた名門の出でした。藤鷹の嫡男である細川忠興にはまだ正室がいませんでした。信長は光秀に娘のガラシャと忠興の結婚を提案します。この婚姻はすぐに実行されます。明智、細川両家とも織田家との深い関わりを持ちたいと考えていたようですね。天正6年1578年に2人は結婚。ガラシャは忠興正室として嫁に入り、晴れて細川ガラシャとなりました。ガラシャは美女であったとされ、細川忠興とは仲の良い夫婦となり、子宝にも恵まれ順調な結婚生活を送っていたようです。忠興は大変な戦上手で政治家としても優れており、天正9年1581年の信長による京都大馬揃えにも若年ながらも参加を許されているほどです。しかし細川ガラシャの順風満帆な生活は突如としてその幕を下ろすことになります。ガラシャが細川家に嫁いでわずか4年後の天正10年1582年6月2日、父の明智光秀が織田信長を落命させた本能寺の変が勃発します。謀反については極めて突発的な行動であり、その動機については未だはっきりしたことは分かっていません。本能寺で光秀が信長を討ったという知らせは当然細川家にもすぐ届きました。明智光秀は親戚でもある細川家に味方するよう書状を送りましたが、藤鷹はこれを拒否。明智光秀の目論見は見事に外れます。細川藤鷹は剃髪して有才原始と号して、家督を忠興に譲り、自身は田辺城に隠居します。細川家は信長に哀悼の意を示すことで光秀の救援要請を黙殺。その後は羽柴秀吉、後の豊臣秀吉にも急接近していきます。明智家から嫁いできたガラシャは離縁されてもおかしくない状況でしたが、細川藤鷹はガラシャを御堂の現在の京都府京丹後市に幽閉することで累が及ぶのを避けました。細川家の協力も得られず窮地に陥った明智光秀は山崎の戦いで羽柴秀吉に敗れます。農民の落ち武者狩りにあって命を落としたとも伝わっており、明智家は逆進の一家として滅亡することとなりました。こうしてガラシャも逆進の娘として
大きな十字架を背負っていくことを余儀なくされます。幽閉されたガラシャは細川家の親戚筋にあたる清原家の清原マリア、高家清原枝隆の娘らの次女が主に世話をしました。天正12年1582年3月、羽柴秀吉らの計らいもあり、細川忠興はガラシャの謹慎を解き、細川家の正室として大阪の細川邸に舞い戻ります。名門細川家を配下に取り組みたいという秀吉の思惑も幸いしました。この頃の細川ガラシャは幽閉の影響なのか、細川忠興が高山右近から聞いたキリスト教の話をすると、その信仰に興味を示し始めました。高山右近は夫忠興の友人であり、熱心なキリシタン大名として有名な存在です。天正15年1587年、細川忠興が九州征伐で出陣すると、そのタイミングを見計らってガラシャはキリスト教の教会を訪れます。厳重な監視をかいくぐって侍女らを従え、身分を隠して教会にたどり着きました。教会ではその時復活祭の説教をしているところであり、ガラシャはキリスト教の教義について修道士にさまざまな質問を浴びせます。その修道士は後に、これほど明晰かつ果敢な判断ができる日本の女性と話したことはなかったと絶賛するほどでした。キリスト教の教えに感銘を受けたガラシャはその場で洗礼を望みました。夫忠興に咎められるなと、今後教会を訪問できなくなる可能性を考慮してのことでした。しかし教会側はガラシャの洗礼を見合わせます。身なりなどから彼女が高い身分であることは間違いない、しかし誰なのかわからない。万が一キリスト教追放を掲げた豊臣家の怒りの女性である危険性を考慮したためです。一方留守を守る細川邸では、次女の帰りが遅いことからガラシャが外出したことに気づき、教会まで迎えにやってきてガラシャを連れ帰ったといいます。この時教会の者が尾行して彼女が細川家の奥方であることを知ったとのこと。これ以降監視が厳しくなり、ガラシャが教会を訪ねることはできませんでした。洗礼を受けないままガラシャは次女を通じて教会とやり取りし、教会から送られてきた書物を読むことでキリスト信仰を深めていきました。この時清原マリアら次女たちを教会に行かせて洗礼を受けさせています。次女を通じて宣教師とのやり取りを続けていたガラシャでしたが、豊臣秀吉のバテレン追放令により宣教師が大阪を去ることになってしまいます。そこでガラシャは急ぎの洗礼を望みます。大阪に滞在していた神父の計らいで清原マリアから自邸にて洗礼を受けます。与えられた洗礼名はガラシャ、ラテン語で神の恵みという意味。この時点で初めてこの名前が付けられました。細川忠興はバテレン追放令発布直後にキリシタンになったことを知ると激怒しました。自身の留守を狙い、バテレン追放令が出ている最中に洗礼を受けるなど言語道断。すぐに帰郷せよ、さもなくば5人の側室を持つと言い出すなど、ガラシャに対して辛く当たるようになったといいます。ガラシャは頑として帰郷を拒み、さらには離婚の相談を宣教師に持ちかけました。カトリックの教義では離婚が厳しく禁じられています。誘惑に負けてはならない、困難に立ち向かってこそ徳は磨かれると当然ながら宣教師も思いとどまらせようとします。しかしこの時の説得を、大変に骨が折れるものだったとの記録があり、ガラシャの頑なな意志がうかがえます。最終的にガラシャは離婚を諦めますが、この選択が彼女の運命を大きく分けることになります。慶長3年1598年、豊臣秀吉が死去すると、豊臣政権下では石田三成と徳川家康が対立を深めます。細川家は
徳川家康方につきました。慶長5年1600年、細川忠興は徳川家康に従い上杉討伐に出陣します。石田三成はこの留守をついて大阪の細川邸を襲撃、ガラシャを人質にしようとします。当然ながら細川家を自陣営に引き入れるためです。しかし細川ガラシャは使者に屈せず拒否。拒否された石田三成は翌日実力行使に出て細川邸を囲みます。人質になりそうだったら自害せよ。上杉討伐前にこのように忠興から伝えられていたガラシャ。ガラシャは我が夫が命じている通り自分だけが死にたいと言い、屋敷内の侍女武人を屋敷から逃亡させました。キリスト教では自殺も禁じられているため、家老の小笠原秀清がガラシャの胸を長刀で突いて解釈しました。そしてガラシャの遺体が残らぬよう屋敷に爆薬を仕掛けて火をつけ、小笠原秀清らの自陣、享年38、あまりにも悲劇的な最後でした。ガラシャが読んだ辞世の句はその壮絶な最後とともに人々の記憶に残されることとなりました。知りぬべき時知りてこそ世の中の花も花なれ人も人なれ、散るべき時を知っているからこそ桜は美しい、そして人もまたそのような人がこの世にはふさわしいのだ。乱世と男たちの政治の世界に翻弄されたガラシャの人生。しかしその最後は誰にも振り回されず、帰る場所は私が決めると言わんばかりの彼女の意志の強さを感じます。自らの信じるものを自ら選ぶこと、それが最後になって究極の選択を追求する権利を得た。知るべき時を知っているという美しさに人は魅了されていくのでしょう。現代では当たり前の自由の尊さを教わった方は高評価、チャンネル登録にクリックをお願いいたします。